室くんは子供じみてるなぁと。これ突っ込みましょうか。ダース・ベイダー T シャツですね。思い起こしてみれば、小室さんがニューヨークに行くときに、スポニチはいじってます。愛する女性のためにあえて悪に落ちた男としてダース・ベイダーがちょこんと出てるわけなんですね。このカーディガンね、普通締めると思うんですよ。僕はこれ鏡で見たら恥ずかしくて、そもそもこんな T シャツ着ないですけども、出さないですよ。まあこれある意味メッセージが込められてるような気がします。アンミカさんが小室圭さんのラフな服装の出国スタイルにね、いつも小さい主張ある、なんでダース・ベイダー意見を求められたアンミカさんは、ファッションって自由に自分を彩るものだから好きなものを着たらいいと思うんですけどと前置きした上で、注目されてるって分かってる中でいつも小室さんって小さい主張があるなと指摘されたんですね。さすが通販の女王ですね。ファッションってその人の気持ちっていうものが無意識に出ちゃうんですよねと。マコさんは TPO をずっと重んじて生きてこられているので、それは違うと思いますけどね。出国される際に目立たずに、しかももうというところも意識した黒のリラックスファッションなのかなと感じると。普通奥様がそうであったり、散歩後ろを歩いてくださることを思うと、目立たないものを選ぶんだけど、遠くからでもわかるノルディック柄で若干の主張があると。普通の神経ならば閉じます。これメッセージ性があるんじゃないのかな。これしかないのかも知らんし、おしゃれなのか知らんけどと。僕は抵抗と不満の表現なのかなと思いますね。ダース・ベイダーっていうのは悪役のキャラクターなんですよね。やっぱり小室圭君は 97% の国民から反対されてたんですよ。非常に批判されてたし、小室圭君はその状況に不安を持ってたわけ。そういったメッセージ性を込めてるのかなって思います。やっぱり悪役は一般的な社会常識とか体制から逸脱するものとして定義されているキャラクターばっかりなんですよ。ダース・ベイダーの象徴じゃないですか。そういったキャラクターの服をしかも公に着るって我々に対する反発、抵抗をメッセージに込めて着けられてるんじゃないのかなと。だから不満タラタラだったなと。し、中二病的な性質もあると思うんですよ。これが自分とダース・ベイダーを重ねてるんじゃないかっていう見方もあるわけなんですね。悪役っていうのはやっぱりパワーはある。小室は悪い意味で普通の人とは違うわけです。自己陶酔に陥ってるのかなって思うんです。そして非常にそれは子供っぽい行動でありますから、だから中二病。そして公の場であえて分かるように着ていったんじゃないのかな。そしてこういう靴、ズボンもヨレヨレですし、ダース・ベイダーの靴もヨレヨレですから、靴がかわいそうだなと。もうちょっと磨いてあげればと思います。そして小室くん、最近のお姿も撮られましたけども、髪も着る気がなさそうですね。髪型のことを言うのもあれなんですけども、髪長い人でもおしゃれな人はいらっしゃいますから、こんだけ長くするんだったら整えた方がいいんじゃないのかなって思うわけですね。もう跳ねまくってますし、結び方も適当ですし、やっぱり長いっていうのは難しいですからね。それだけね、こんなことになるんだったら切った方がいいんじゃないですかって。これはちょっと汚いなって思うわけですね。そして最近撮られた姿も、ズボン、ベルト、ヨレヨレ、服装はシワだらけ、髪も長いまま、まあそして靴は汚いですし、カバンもちょっとヨレてますよね。細かいですけども、服のまくり方もかなり適当だなと。もっと綺麗にできますよね。これ弁護士としてどうなのかって思うわけですよ。彼は連絡係に行きましたから、容姿自体は必要ないのかもしれませんけども、もうちょっとこだわった方がいいんじゃないのかな。せめて格好から入りましょうよ。まずは形からですからね。そしてこちら、仕事できるようには思えないんですけどね。雑用もできないし、仕事のやる気もないし、殿様出勤するぐらいだったら服装は整えた方がいいんじゃないですか。別に高いの着なくてもアイロンかけたり靴を磨いたりした方がいい。そっちの方がクライアントに不快感を与えないと思います。僕はまあそれも仕事のうちだと思いますよ。これ本来ならばマコさんが嫁が注意するべきだと思いますけど、マコさんも TPO を意識していないし、だからどっちもどっちなんですよね。そんなお姿を見られて紀子様が愕然とされているという話があるらしいんですね。し、佳子様もなんかアドバイスをしたいみたいな話が週刊誌にありました。女性自身、競争が激しいことでも知られているニューヨークの放送会、リストラの嵐を目の当たりにして気を引き締めていると思われた新米弁護士小室圭、現地の日本人 YouTuber が5月中旬に小室さんの動画をアップしています。出勤中と思われる姿でしたが、目撃された時間が正午だったことから、週刊女性は重役出勤というタイトルで報じました。また、6月1日発売の週刊新潮は、5月に撮影されたという小室さんと真子さんの手つなぎデート写真を掲載している。特に真子はいつものジーンズを着用していて、かなりラフな服装でしたと。
まあ、一応元皇族なわけなんですから、手元金を受け取ってないとはいえ実質信用されてるわけなんですから、元日本皇族として恥ではないような格好をしてほしいなと、その義務はあると思いますよ。こんな姿をですね、晒すことによって皇室の権威が貶められてるわけなんですよ。非常に不愉快極まりない。紀子様はニューヨークでの眞子さんと小室さんに関する情報や報道を注視されているんです。支援を受けている以上は我々の税金使ってるんですから、一般人ではないですよね。眞子にはせめてもっと綺麗な格好しろと思いますけども、支援を受けてるんですから、ニューヨーク総領事が助けてしてますやん。ですから、もっとマシな格好してくれ。で、小室さんが弁護士になったにもかかわらず、人目を気にすることなく、まるで10代のように自由に生活する夫妻の様子に驚かれたそうですと。眞子さんは法人主義的な教育で育てられてったと思います。時を離れしたところで過ごされていますから、かなり幼稚だと思うんですよ。幼稚だし判断能力がないし、なおかつ人を見る目がないから小室家を選んだと思うんですよ。し、小室は小室で同い年とは思えない。また夫妻の行方が公式の権威を損ない続けて、さらに英一君の将来に悪影響を及ぼすんではないかと愕然とされたそうです。これは恐るべき話であって、だから反対してたわけなんですけど、皇室典範が改正されなければ、この男が天皇陛下の義兄になる可能性があると、非常に恐ろしい事態。こんなんなったら終わりじゃないですか。そして H 君にデメリットが生じる可能性もと。少なくとも H 君はこの姿を見てるわけだよね。こんな自由にしていいんだってなったらもう怖いですよ。自分が望んだことは全て叶うんだと勘違いをしてしまう可能性もありますので、怖いなと思うわけですよ。それにしてもニューヨークで弁護士として身を立てていけるかどうかという大事な時期であるにもかかわらず、なぜ小室さんからは危機感が伝わってこないのかと。ニューヨーク州弁護士の資格も持つ弁護士の清原さんは、まだ1年目ということもあると思います。今は先輩弁護士から振られた仕事をこなすことが一番重要とされている時期なんですと。それはロークラークからそうだと思うんですけどね。2、3年ぐらい経っちゃって調子乗ってると言わざるを得ないですね。もちろん数年後には新しい顧客を開拓する、自分がリーダーとなって仕事をする、裁判で勝訴するといった目に見える成果が求められるようになりますと。小室さんが裁判に出てくることはないと思いますけどね。もしそれが達成できないとリストラ対象となりますが、今はまだその時期ではないと思います。今はいさせてもらってる段階だと思うんですよね。小室さんの給料って新卒程度に過ぎないと思うんですよ。すごい高いですけど、弁護士業界ですし、アメリカで、まあ、5、6000万とかになってくるわけですよ。とんでもない数字ですけどね。日本の物価は非常に悲しいわけですが、なんで小室の給料って弁護士からしても大したことないから置いとかしてもらってるんじゃないんですか。その恩恵としてローエンスタインサンドラはジェトロに乗ることもできたし、そこからお客さんがもしかしたら来るかもしれませんから、そういう見返りで置いとかしてもらってるんですよ。まあ、そして与えてる仕事は連絡番ですよね。惨めだなと思いますよ。僕こんな対応されたら自分から辞めますけどね。小室さんは非常に惨めだと思うので、自分から辞めたらいかがですかって思いました。はい、以上です。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。ついに本性を表し出してきたな、女性セブンと。女性セブンがエイミアのことをやらずに愛子様、雅子様を批判するような記事ばっかり出してるんですよ。非常に気に食わないなと思います。それぐらいしないとエイミアの人気がなさすぎてどうしようもなくなってるんじゃないのかなと。ミテコに媚びをへつらっているんでしょうか。ミテコ様はよく持ち込みをされる話もありますし、週刊誌よくチェックされるというのもありますから、だからこそ失声症になられたんですよ。ミテコと女性週刊誌っていうのは切っても切れない関係にあると思うんです。女性週刊誌は、モロ刃の剣ですよ。いい時はいいんですけども、悪い時はすごい来ますから、それが今来てるんじゃないのかなと思います。女性セブンさんも、ミテコセブンなんて買う気全く起きないですから、はっきり言ってしまうと。私は YouTube やってますから、一応買いますけども、一般の人がこんなミテコ B 級の雅子様の批判記事を書いたりされると気分が普通に悪いんですよ。買わないですよね。正しい記事を書いていただきたいと思います。こんな見てこう B 級の記事を書くとどんどん廃刊に向かっていってしまいますよと。朝日新聞みたいなことになりますよ。道ブームがあるじゃないですか。皇太子のご成婚に合わせてテレビを購入する家が激増したのはよく知られる話なんですけどと。
ミッチーはもう一つ女性週刊誌というメディアも育てる役割を果たしたと。見てこブームが来たから女性週刊誌って生まれてるんですよ。日本では1950年代後半に週刊誌ブームが到来していると。1956年創刊の週刊新潮を皮切りに、様々な出版社から次々に週刊誌が創刊されて、新聞や月刊の総合雑誌などよりも軽めのニュースを機動力を持って発信するようになったんです。そこには女性向けの週刊誌というジャンルも築かれましたと。1957年には週刊女性、1958年には女性自身と、こちらも次々と登場したんですが、それら初期女性週刊誌にとって最大の話題が皇太子のご成婚でした。上皇陛下のことでございます。見てこと女性週刊誌は共に伸びてきたところもあるんです。テニスコートでの自由恋愛というプロパガンダによってミッチーブームが築けられたわけなんです。美智子様は庶民出身ですし、高純国王様とあまり折り合いが良くなかったっていう話もありますから、大衆を味方につけようとしたのかなって思うわけですよ。それは皇室の安売りです。佳子様もイメージビデオみたいな姿を晒して皇室を切り売りして安売りをしていますが、そういった背景があるのかなと。みんな騙されてきたんですよ。この絵がいろいろ表してると思うんです。本を築き上げれば本当の世界が見えるという風刺があるんですけども、見て子が見してきたのは青空に輝いた壁だと思うんですよ。そして花びらが綺麗に咲いているっていうハリボテを国民に見してきたんじゃないのかなと思います。皇室の危機論争を皮切りに、週刊文春が美智子様が自然林を丸坊主にしたと記事が出てきましたよね。本が積み上がってきてしまったんです。そしたら本当の姿が見え始めてきたんですね。そもそも開かれてないんですよ。ハリボテを見してきただけなのかなーって僕は思うわけですね。この本の積み重なった束がね、これ週刊誌だと思うんですけど、本を積み重ねられたら見てことしては困るんですよ。本当の自身のありさまを見られますから。やっぱり見てことは皇室の製品の思想、おもてなしの思想、国民への寄り添いっていうものを全て根こそぎ破壊したんですよ。これは明らかだと思います。昭和天皇様であったり高純皇太后様は国民に寄り添われていたことは過去の発言からも自明でありますし、高純皇太后様も新調されたスーツお洋服が少なかったんですね。年にたった数着。しかしながら見てこは外国蓬莱に際してですね、もう何十着も新調するほどの無駄遣いをかまし、吹き上げ御所というすごい豪邸を建ててるんですね。中身のありさまはひどいもんなんですよ。それを隠したいがためにこういう青空の壁一部も作り上げてきたんじゃないのかなと思います。現代は、ね、いわゆる本を築き上げる速度っていうのは早まってると思うんですよ。これは SNS 発展で情報にアクセスすることが容易になりましたし、選択可能になったわけですから、本当の姿が見え始めてきて、見て子であったエイミはこの対象に苦しんでらっしゃるんじゃないのかなと思うんです。この波っていうと止まらないんですよ。国民みんながこの知識を築き上げてしまったら、そこは地面になるわけですから、見合っちゃってるんですね。これもう中身を変えるしかないと思うんですよね。っていうのが僕の言いたいことです。だから反省していただきたいんですよ。この中身を変えるためにね。懲りずに見て子セブンがまたやってるんです。こんなクソ記事に騙されないですよ、皆さん。雅子様、20年ぶり海外公務。インドネシアでの後半2日間は陛下とは別行動。5つ星ホテルで休養もって、意地の悪い記事が出てるんですよ。見てこセブンの、やったなと。しかも写真の使い方が非常に悪意を感じますね。ツイッターでも批判がありまして、非常にこれは悪意あるタイトルですね。外国を訪問し、国際親善を図ることは皇室の重要な役割であり、天皇皇后両陛下は、上皇后夫妻からその大切さを受け継がれてきたって。上皇后様なんて、やりたい放題じゃないですか。慎重して、国民のことなんて全く聞いてくれてないわけですよ。都合よく情報を出してきて、本当の姿に気づき始めた国民には、この本を切り崩そうと、週刊誌への反論記事を宮内庁ホームページに載っけたり、まあ、それをエイミアは宣伝してましたけど、失語症とかになって、本当の姿を見せまい見せまいとして、築き上げてきたんですよ。実態は25人とお見合いをしたり、ハレンチ極まりないものなんです。かねて外交官としてのキャリアを生かし、活躍されたいと願われたマスコ様の再始動が望まれるが、
今回のご訪問でもスケジュールは不透明で完全復活はいかないと。このような記事を出すなと僕は思うんですね。マスコ様は週刊誌に苦しめられた過去があるんですよ。こういう記事を書くとマスコ様が非常にショックを受けられる、気づけられるんではないのかなと思うわけで、鬼だなと思うわけですね。こんなことをするのはやっぱり見てこのご意思なんじゃないのかなと。難癖つけて足引っ張ってる場合じゃなくて、国民全員が支えるべきであるし、それは皇族全員としても言えるわけですよね。見てこと、エイミアは雅子様と陛下を支えなければいけないポジションなんですよ。ね、内定皇族におられますけども、内定費はもうすべて天皇家が使っていただきたいと僕は強く思いますね。何も公務をしていない、何の価値もたらしていない、むしろマイナスの見てこが、なぜ我々の血税である内定費を使われてるんですか？いっぱい財産を持ちですし、もう普通の皇族に戻られて、大幅に皇族費が減額されると思いますが、そちらで生活していただきたいと思うし、それが本当の意味の生前単位なんじゃないんですかって、せめて普通の皇族に戻るべきだと僕は思うんです。大幅に減額された皇族費で暮らしていただきたい。内定費を使うんじゃなくてね。あわよくば皇族も辞められていただきたいと思います。贅沢三昧が象徴だと、まあ、非常に国の権威としても困る。困難な状況に置かれた人々をはじめ、様々な状況にある人たちに心を寄せていきたいと思います。ご成婚30周年に際して公表された、両陛下のご感想の一節であると。結婚記念である5月9日の前夜まで遂行ですね、重ねられたという話なんです。雅子様、依然として療養中。いつ体調不安の波が訪れるかわからない綱渡りのような状況下での海外公務に周囲は神経を尖らせている。その原因は誰なんですか？宮内庁長官じゃないの？見てこさんじゃないんですかって思うわけですね。みんな一丸となっていじめたんでしょってやっぱり思うわけですよ。その責任を取ってほしいなって思います。意地悪くこう書いてあるんですよ。雅子様は基本的にはホテルの敷地外には出られないでしょう。2日間敷地内で御体調を整えられるんだと思います。別の宮内庁関係者は、このホテルで雅子様がお一人で過ごされるのは21から22日の2日間だけではない可能性を示唆すると。陛下単独と明かされた後半2日間以外も両陛下揃って参加されるかどうか不明です。19日昼までの大統領夫妻との会見晩餐会には参加されると見られていますが、ご体調の波によっては19日夕方以降のご公務には陛下がお一人で向かわれる可能性もありますと。これを見て、エーミア・ビーキの泣き神話、雅子皇后でディスっておられます。餌になるような記事なんですね。野蛮だと思います。すごい意地悪くないですか？訪問前の会見は国内向けであるとともに、訪問国へ向けた広報の意味合いもありますと。その会見の内容をもとに、訪問国のメディアが国賓として招いた両陛下を紹介し、それが現地の反撃ムードにつながるんです。特に今回は即位後初の国際親善のための訪問先ですから、雅子様もせめて文書だけでも公表されたらどうかと思いますが、って宮内庁関係者が意地悪く言ってるんですね。不愉快極まりないなと。戴冠式で、エイミアはクラリッツに染まりましたけども、5倍の費用を使ってるわけじゃないですか。エイミアの浪費癖をかけようと思うわけですね。はい。以上です。それでは皆様ご一緒に、地下室お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。